休むことなく鋼の爪を大地へ刻みながら夜の森を駆け抜け激しい振動と轟音が容赦なく子供たちを前へそう彼らはこの城のように巨大で荒々しいもうすぐ敵が見えてくるはずよ よし化け物か。何なのだ。はい。はあ。敵と遭遇したようね。で、私があなたたちに創設者、その戦車の力を信じて。
完璧な作戦だったのです。よく戦ったわね。おめでとう。ラジオの声は勝利と祝福。これからの不安がどうしても頭をよぎり、勝利の夢。行きましょう。子供たちは緊張の糸が切れたように、どうしてこんなことになってしまったのだろうと。いたぞ。山の洞窟へ。はっ。
よっしゃ。どこれ、うん、ね、ね、いいな、わからないのですよ、ちくしょう、はあ、じいじ、パパ。あ、よし、やられてたまるか。いけ。攻撃の準備を。あっち行って。
始めるよ。素晴らしいのです。任せて。諦めるのだ。じいじ、かかってこいよ。行こう。攻撃だ。悪い人だよ。崩壊するぞ。長男だから。うん、やれやれ。はい。怖いよ。
わからないのですよ。大変。怖いよ。一体いいな。大変。なんだこれ。あのさ。恐れていたことが、ソウルキャノンの発射を確認したわ。誰かがキャノンのエネルギーになったのね。その戦車の手法、ソウルキャノンには、ただそれを撃つには人のソウルキャノンが発射されたということは、誰かが、そのあなたたちの悲しみはよくわかるけど、私はあなたたちを見守ることしかできない。消えていった人の意志を継いで、あなたできる限り力になることをやる。ねえねえ。子供たちはラジオから聞こえてくる言葉の意味、しかし一つ大切な人が、ただそのことだけは。それから子供たちは、しかしベルマン帝国軍がそのような事情など気に留めるはずもなく、ダラニス、敵発見なのです。さあみんな戦うのよ。気をつけろ。気をつけろ。守らなきゃ。防御体制なのです。
今回は失う悲しみと恐怖に、でもたとえ敗北しても次はきっとあなたたちが、困難と恐怖たちはずっと次に目が覚める時まで、しばしのお別れね。やはりあの力を使うにはまだ早い。あの子たちの命の使い方を、私は目の前の戦いに勝つことは重要だけど、今度はあの子たちを正しく導かなければ。僕は長男だから。元気？よし、どうだ。よし。
のです。何なのです？そういえば、それは調子はどうなのです？やれやれ。ご機嫌いかが？ねえ、素晴らしいわ。解いてくれよ。何？あのね。何？ごめんね。あのさ。はあ。おい。まあそうだな。ああ。おお。
気が下がっているわ。はあ、気をつけろ。投降しろ。なんなんだよ。くそ、諦めないぞ。やられてたまるか。諦めるのだ。じいじい、かかってこいよ。行こう。攻撃だ。あっち行って崩壊するぞ。行くぞ。Thank you.
連れ去られた村のみんなを助ける。それは同時にベルマン帝国軍の人間を倒し殺すことだ。今回はあなたたちがこの先出なければ、あなたたちが、そしてあんな子供たちはラジオからの、もうこれは戦争、その戦車には
どんな敵をも打ち砕くなら、それを撃つには人の生体。そんな使わずに済むならばけれど、どうしても悔やむこともあるかもしれないけれど、迷えば悔やむこともどんな結末にならないように。子供たちはラジオから聞こえ、自分たちが迷えばみんなが死ぬ、その現実がずしりと重くのさ。